おとなしいの意味はしてますか？全然知らない。話が少ない。知ってます。サラリアムさん。話が少ない。話が少ない。あ、そうですね。じゃあ、取り付けて見てます。おとなしい私。周りにどう思われているか不安です。人見知りというか、そんなに親しくない人は何を話していいかわからない。一対一とかだと割と話せるのですが、数人になると聞き役に回ってしまいます。個人的には聞いているのは好きなのですが、たまにサントシさんは喋らないねとか、サントシさんはおとなしいと言われたりします。それだけならいいのですが、相手に気を使わせてしまったりすることもあり、自己嫌悪に陥ることがあります。常に笑顔を心がけているし、人が好きなので会うと自然とニコニコしていますが、自分からあまりたくさん喋れません。見た目は割と派手な方だと思うのですが、とっつきにくいとか思われてしまっていないかと不安です。周りからおとなしいぞとさえ言われます。もう苦手です。いつもきちんと挨拶をして笑顔を絶やさず腰を低くするだけではダメなのでしょうか？私はおとなしすぎるので、間を持たせるのに必死なのだそうです。なんでそんなに必死にならなければいけないのかわかりません。無理やり話すくらいなら沈黙した方がいいです。こんな私はやはり世間から見て恥じのない人間でしょうか？ありがとうございます。このコメント、吉本先生お願いします。おとなしいっていうことがすごく、まあ、自己嫌悪で嫌だなって思ってるという話だったんですけど、聞き役で腰を低くていつも笑顔という話をしていましたが、それってすごくいいことだと思います。一つの個性だし、すごく、ね、いいことですよ。そう思います、私は。逆に、どうですかね、ネパールの人は、喋る人がその日本人より多いと思いますか？絶対同じだと思う。同じですか？そうですか？でも、会社の中とか社会に出たら、おとなしい人とか、聞き役の人とか、もっとたくさんいると思います。まあ、ちょっと、この学校のネパールの学生は、賑やかな人が多いですけど。そんなことないでしょ。とても賑やかな様子です。だから個性をそのまま大事にしてください。いつも笑顔で素敵だと思いますよ。信じてください。